まあ、今は左に回ってきてますけど、その時にも、かわいいです、かわいい、かわいい、ぶち抜いた、ニアをぶち抜いた、かわいいで勝ち越し、山口2対1、かわいいが決めました、山口が2対1、打ち込んできました。まあ、ここでちょっと簡単に岩田としては裏取られましたし、川井選手もね、中を伺いながらということで、ファーサイドにね、打ちがちなところを似顔絵ですよね。まあ、このコントロールがゴールに向かったことで、このシュートのシーンも生み出しましたしね。まあ、完全に最後は似顔絵を狙ってますので、狙い通りですよね。まあ、ここでちょっと中も伺ってますし、本当冷静にプレーできましたよね。